NPO 法人札幌カラス研究会中村です。今日はまだ、寒いんですけど、そんなに寒くないので、今日とりあえず街中のブト君っていうかカラスのねぐらを見て帰ろうかなと思ってました。で、今ね徐々にこう集まってます。で、街中、札幌の中心街はね、道庁とか植物園とかが、北大もそうなんですけどね、有名です。今ね、たくさん集まってるとやっぱりこの植物園周辺と北大の中かなって気がします。あと他にもあるんですけどね、街中だとその2カ所、あと知事公館の方とかあっちの方にもいると思うんですけど、ね、街の中はやっぱりね、まず暖かいですね。あと天敵もいません。で、ブト君が主にねぐらにしている植物園や道庁っていうのは、施錠されてですね、人が入りません、あの夜はね。なのでなんか警備員付きの一等地ですね。そういうとこをねぐらにできるブト君はすごいなと思います。で、ねぐらはね、いろいろその糞がすごいとか、周辺どうしても事前集合でビルの屋上とかね、そういうとこにどうしても集まってしまうので、糞が落ちるとか、冬はあんまり洗濯物ないとは思うんですけど、たまにその洗濯物に糞がかかるなんていうことも聞きます。でもね、これ習性なんでね、私いつも繁殖期に襲うのも習性だって話してるんですけど、ねぐらも習性なんですよね。なのでその習性をやめさせるっていうのはこれほぼ無理です。何かこう DNA 遺伝子変えるとかでもしないけど、おそらく無理だと思うんですよね。で、これよくテレビなんかでもね、カラスの怖がる声を流すだとか、いろいろなんかその何でしたっけ、レーザーポインターだとか花火だとか、いろんなことでこう追い払いやってますけど、一時的には多分効果あると思う。やっぱ音とか嫌いなんでね、びっくりすると誰でも逃げるじゃないですか。なので一時は離れるんだけど、また結局おそらく1時間とか2時間とか、長くても何日かでね、また戻ってきます、おそらくね。なので、で、かえってその興奮させると鳥って水分の多い、要は下痢状の糞をですね、いっぱいして、それで飛び回るわけですから、糞害ってことを考えるとかえって広まっちゃうんですね。それだったらもうねぐらなんだってことを理解してですね、さっさとおとなしく寝てもらった方が、糞はもう本当に固まり、同じ場所っていうかね、ところにしかないですし、糞よくそのアスファルトにある糞をすごくデッキブラシで洗ってる人いるんですけど、確かに見栄えはよろしくないかもしれません。でも私言わせればほっといたらどうですかって思っちゃいます。雨とかでも流れるしね、これから札幌雪なんでね、糞自体もこう凍ってくっついてしまいますから、そこにこう水かけたところで寒ければまたそのホースで水かけてまたそこが凍るので、なんかあんまり意味がないかなって気もします。ねぐら周辺の人はの家の人は事前集合の時にちょっとうるさいって朝出る時も泣いちゃうんで、それはあるかもしれないです。本当に申し訳ないんですけど、でも本当ねぐらってのは習性なんで、冬ね、やっぱり12月から3月の中ぐらいまでが一番多いです。なのでちょっと理解してもらえればなと思います。続々集まってきました。それではまた。